そういうふうなみんな、まあ、同期たちが前に進んでいけば、玉本さんはひたすら劇場で漫才をするっていうような生活になってたんですか。そうですね。だからそう当時本当にもう給料明細が5枚とか来るんですよ。5枚6枚とか、もうライブがもう月ありまくって、そのしかも全部100円とかなんですよ。100円とか50円とか、あ、え、なんか500円、そういうランクの芸人があるし、50円、あ、そういうのではなくて、その無限大ホール以外にもそのちっちゃい小屋っていっぱいあって、当時シアター D とか、はい、シアターブラッツとか、はい、そういうとこで1日4公演ライブやって、移動してライブやってみたいな。でもお金なんか全然ないですけど、はい、え、じゃあそのほぼ毎日4公演とかやってる稼働の中、うん、5、6枚のあの給料明細が来ていくらなんですか。でも5万とかないんじゃないですかね。3万4万とか1個100円、まあ、多分そんな感じやったと思います。でその忙しさの中で別にバイトもするわけですか。生活も、でもほとんどしてなかったっすね。でもどうやって5万で暮らすんですか。いやでも母親にもらったり、あ、でもしてましたけど、はい、昭和、はい、最低限なんですか。でもみんなで住んでたり、僕も5、6人で住んでたんで、もう家賃もほんまに1万5千とか。ああ、なるほど、はい、え、ちなみにお母さんはその離婚とかもされてるじゃないですか、はい、その金銭的にはその余裕があったんですか。あ、母親は総合病院の、ナースずっとやってたんで。ああ、安定した職業だった。そうですね、はい。なるほど、なるほど。ちなみにその同居生活っていうのはどんなメンバーですか。一緒にやってる囲碁将棋さんと、囲碁将棋さんの同期の人と僕住んでます。あ、なるほど。はい。囲碁将棋さんは2人で住んでたと思うんですけど、2人ともそのシェアハウスだったんですか。あ、文田さんという方がいたんですけど、根差さんという人もほとんど毎日ぐらい来てました。あ、じゃあ、はい、文田さんの家だけど、ほぼほぼ根差さんも、そうですね、はい、毎日ぐらいに来てるんで、うん、へえ。シェアハウス生活をどんぐらい続けたんですか。それが5年とか、そうですね、うん、大宮もそっから最初の方通ってたような気するんで、5年6年とかやってましたね、ずっと。その東京ワンダースのがなくなってから、うん、その大宮セブンで招集されるまではどんな感じなんですか。売れたいとか、はい、そういうのが本当なくて。あ、そうなんですか。まああるんですけど、はい、毎日何かしら仕事あるし、で出たらまあ笑ってもらえるし、で周りのみんなも楽しいしみたいな、うん、その周りに本当そうガーンって売れた人がいなかったんで、あ、はい、囲碁将棋さんも、そうですね。でも舞台見たらめちゃくちゃ面白いから、うん、だからなんか楽しいなっていう、なんかほんまに、あ、楽しいな毎日みたいな感覚で、うんうん、だから今みたいに M1 はこんなネタじゃないとあかんとか、キングオブコントは対策にはこうやとか、そんな全く何も考えてなくて、うん、そのとにかくこれおもろいやんみたいな感じで、エラエラしながらやるみたいな、そんな感じをずっとやってて、だから M1 で例えば3回戦とかで落ちても、はい、落ちたわみたいな、受けへんかったなみたいな、はい、ほんま学生の延長上みたいな感じでやってたのが、はい、なんか2012年に、はい、ザ・漫才っていう大会があって、はい、そこで急にポンって準決勝行くんですよ。あ、トムさんか、はい、はい、認定漫才師っていう、はい、なんか50組に、はい、ポンってなんか急に選ばれたんですよ、はい、何の無名の、はい、でその時もなんか別に対策とかしてなくて、はい、やったら受けて、はい、急にサーキット来てくださいって、はい、でフジテレビ呼ばれてネタやって、でその時になんか大阪京都東京東京東京って5回サーキットがあって、はい、その中に2回出れるんですよ、はい、で僕らが1回出たのが京都と東京やったんですよ、はい、で東京ルミネででなんかまあ、ライブとかいっぱい出てたん で、はい、でルミネでやったら、まあ、全然売れてないですけど、まあ、そういうのに来てくれるお客さんはまあ知ってくれてて、はい、まあまあ受けたんです
で京都行って、はい、で京都でもまあまあ全然大丈夫やろ、普通やって受けるやろみたいな感覚で出て行ったら、はい、全く受けなくて、京都の祇園花月にでもそれ2回そのサーキットの前の2回戦でやってすごい受けたネタがあって、はい、そのネタを満を持して持っていったんですよ、はい、もう絶対滑らんと思ってたら、はい、めちゃくちゃ滑って、何これってなって呆然として、そのネタでそんな滑ったことなかったんで、でその時にあの千鳥さんがその後に出たんですよ、まあそのサーキットに出てて一緒の、で千鳥さんがどうもって出ていった会場の沸き方見て、もう負けたって思って、もう僕らがマックスで受けたのははるかにすごい、何にもボケてない登場しただけで、こうやって行かれて、まあその時も大阪ですごい大人気ですから、あでもこのままやったらもうやめなあかんなってそこで思っちゃって、あ登場にすら勝てないってこと、はあ、なんかこんななんかノリとかなんかヘラヘラしてやってて、この人らと漫才の大会で勝負するんやって思った時に、いやもうこれ無理やなって思っちゃって、でそっからなんかもっとちゃんと考えてネタやるようになって、へあスイッチが入ったんですか、スイッチが入りましたね2012年、それ何年目ですか、経歴にして5年目とか、ワンダース終わって1年経って半年経った、1年経ったぐらいですかね。じゃあもうそこで切り替わって切り替わって、で次の年もまた認定漫才師になって、でまた祇園と東京やったんですよ、またでも祇園はちょっと去年より良かったんですけど、それでもその時ウーマンラッシャーさんが優勝して、はいはい、そのウーマンさんもそこに出てたんですけど、全然比べ物にならない受け方で、あなんかほんまに吉本の東京のちっちゃい小屋の中でやってて、なんかあかんねんなってこう思わされた2年というか、こうちゃんと仕事としてやらんともうあかんねんなと思った2年で、その翌年に大宮セブンができるんですよね。へ、はい、その大宮セブンの選ばれ方はどんな感じなんですか。大宮セブンの選ばれ方は、うん、その当時 の, あの支配人の方が、うん、今幕張の支配人の人なんですけど、うん、その方がその7組選んで、で基本的になんか説明を受けたのは、幕張の劇場って舞台高いんですよ、はいはいはい、で大宮の劇場って舞台めっちゃ低いじゃないですか。あさっき確かにそうですね、あのあのもう同じ目線でそうなんだな、はい、はい、だからコントでしゃがんだりとかしたら見えないんですよ。はい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 。だからコント主体のやつ、チョコプラとかライスさんとかは幕張で、で漫才師はまあ基本大宮でみたいな感じやったっぽいですけどね、はい、最近。最初は。はい。だから7組中5組は漫才師で、向こうはコント師の方が多いみたいな。へえ。はい。そかそか、でそれでもうザ漫才も認定漫才師2回なってるタモリさんは、はい、やっぱじゃあそこ引っかかるわけか、そこに。漫才師で入れてもらって、でその時になんかあの初めて寄席っていうものに出るようになって、はい、その大宮で、はいはい、一般の人の前でやるようになって、でその時になんかあの大宮セブンができるってなった時に、無限大ホールでなんか記者会見があって、はい、その後にみんなでなんかお昼ご飯食べに行ったんですよ、はいはい、でそのお昼ご飯食べに終わった後にマジカルラブリーの村上さんと僕2人で駅まで帰った時に、はい、なんか寄席出ることになりますねみたいな、はい、マジカルの村上さんに言われて、いやこれ絶対ブレないでおきましょうねって言われて、これブレたら絶対やばいっすよって、逆に寄せるっていうことになるんですか。そうですね、だから今まで言ったら東京の無限大とか他のちっちゃい劇場とかでやってたら、
売れてないのにみんな知ってる状態じゃないですか、お客さんからしたら。だから説明なしでもなんかネタやってたらバンバン受けるみたいな、でも寄せってなると、例えば後にそう売れてる人だったらノンスタイルさんとか千鳥さんとか出てらっしゃるから、その人を目当てに来る人やから、僕らとかのことなんか全く知らない、よくわからんやつが2人10分ネタやるってなった時にほんまに滑るんすよ。あの優しくないんで、自己紹介もしない、なんか急にはいどうもから始まって急にネタやりだしても、まあ、聞かないじゃないですかみんな、でめっちゃ滑るけど村上さんはブレずに行きましょうねってそこで言われて、いや絶対ブレないで行きましょうって僕言ったんですけど、でそっからなんか寄せ出るたびに、土日寄せ出るたびに3回滑るっていう毎日が続いて、でもブレたらあかんって思ってて、村上さんと約束したし、でマジカルさんとかもめっちゃ滑るんですよ、もちろん、まあ、今と全く変わってないですけど、やってることマジカルさんやっぱブレなかったんですよ、そのまま6年間で優勝したんですけど、でもうそれが1ヶ月続いて2ヶ月続いて3ヶ月続いて、きついなと思いながらも、その時おもろいと思うネタをやって受けへんってなった時に、相方がいやこれもうやばいんちゃうって、ちょっと寄せ用のネタ作った方がええんちゃうって言い出して、いやそれはでもブレたらマジカルさんだって滑ってもお前どうにかやってるしそれはあかんのちゃうみたいな、でもそこでめっちゃ仲悪くなってきて、でも給料はもう爆上がりするんですよそこで、はい、もうバイトせんでもええぐらいの給料になって、でお金もらってるやんってなって、お金もらってんのに滑ってるやんっていう相方の言い分やって、でもそれはでもなんとか賞レースもあるし絶対ブレたらあかんのちゃんみたいな、でもそこからめっちゃ仲悪なって、今までもその学生のノリの延長線上でやってきたのに、なんかその仕事として捉えて出して揉め出して、で結局でも僕も弱いんで寄せ用のネタを作るようになったんですよ、そしたら寄せでは受けるんですよ、ある程度めっちゃ丁寧にするんで、下から入って自己紹介して分かりやすいネタを作ってやったら寄せでは受けるんですけど、さ次賞レースでまた受けなくなってきて、その時はもう、まあ、ザ・マンザイから M1 になったんですか。 M1 になりたってぐらいですかね、いやそうですねそんぐらいですね。でマジカルさんとかは寄席で滑っても自分のスタイルをずっと貫き通してて、寄席になったらもうすごい受ける。で僕らは寄席ではちょっと受けるようになったけど、なんか賞レースそのネタが面白くなくなっちゃったんですかね、なんかだからお笑いファンに刺さるものじゃないですか、弱なっちゃったっていうので、もう全然結果出へんようになって、それって何回戦だ。最初の頃はまあ準々決勝とかそんぐらいだったんだけど、そこから3回戦になって、次もまた3回戦で落ちて、まあ、次2回戦で落ちたりしてて、ザ・漫才から数えるとどんどん下がっていくみたいな、だって準決いったわけですもんね、なんていうんですかね、もう本当その分からなくなって、その自分のなんかスタイルみたいなとかも全然分からなくなって、単独ライブやって賞レース行くってこう毎年の流れがあるんですけど、結局寄席で受けるようなネタを作るってなったら、もう単独ライブとかもやらんくなって、でもまあ営業とか呼ばれるようになって、でまあお金はまあ15万とか20万ぐらいをこうもらえるようになったけど、まあ、もちろん賞レースで活躍しないとテレビ出れないとかもあるし、もうどん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 そういうなんか分かっ
若手のその賞レース界隈からどんどんフェードアウトしていくみたいなのも感じながら、なんかうわどうしたらいいんやろうなっていう感じでしたね、ずっと。大津さんも言ってましたもんね、キングオブコント、今その入りはちょっと演技がっつり見せて振って振って、なんかこういう斬新な設定だって分からせてみたいなことで、ファイブギャップさんとかも寄席とかで一緒になったら、とんでもない受け方するんですよ。やっぱそうファミリーとか、寄席のチケットのお金ちょっと高いじゃないですか、3500円とかするんで、そういうなんか仕事を頑張って息抜きで来られたファミリーの人とかの前でもどっかんどっかん受けるんですけど、言ったらお笑いマニアっていうお客さんの人にはやっぱ刺さりにくいんですよね。どうですか、2人の中ではどういう風にしていこうとかって決まってるんですか。でもラストイヤーってそうですか。そうですね。でそれで2018年か、はい、18年の年に2回戦で落ちたんですよ、はい、M1 で、はい、でもう心そこでもう完全に折れて僕が、はい、心でもう無理やなってなって、はい、でその時に、その同期の一人が、はい、もう無理やぞって、その寄席で、寄席の出番とかも、やっぱりその、M1 とかで活躍してる人がどん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 入っていくんで、その仕事量もどんどんやっぱ減っていくんですよ、そっから。どんどんライブの数とかも減っていって、だからもう無理やなと思った時に、なんかタモンズに俺入るわって言われて。え、誰にですか？その同期に。え、トリオになるんですか？トリオになるって言われたんですよ、そいつに。もうお前らもう二人じゃもう絶対無理やから、俺が入ってトリオになって、もう一回お前やるぞって、って言われて、で僕ももう思考回路も止まってたんで、その時。まあもうでも二人でやって無理やし、ええで、みたいな感じで言って。で、相方の阿部は、トリオ？高校の同級生ずっとやってんのに急にトリオみたいな感じやったんですけど、もともと仲いいやつで、僕とも阿部とも阿部と一緒に住んでたりしてたんで、で3人でちょっと話し合ったりとかしたんですよ。でお前どういうコンセプトがあんのみたいなさ、こう俺らに入ってどういうネタでどういう感じにしていくのみたいなコンセプトも聞いて、ああでもそれも一理あんのかなみたいな感じで思って、でもトリオかってなって、でも高校の時からの同級生で2人でやるって決めて、いやーって悩んでた時に、なんか阿部はもともと漫才師になりたいってずっと言ってて、そのまあテレビとかにももちろんね出させていただけるので出させていただきたいですけど、まあゆくゆくはその NGK とか、そのとかでちゃんと漫才やってお金もらえるような芸人になりたいっていうのがあったんで、でもトリオって漫才できんのかなって思って、まあね、M1 グランプリも一組もいないじゃないですか、トリオで決勝行ってる人って、どうなんやろなと思った時に、僕は GAG の福井さんすごい尊敬してて、めちゃくちゃ面白いって思ってて、でも GAG さんのコントってめちゃくちゃ面白いんですけど、GAG さんですら漫才やってないんですよ、でジェラードンとかも漫才やってないしめっちゃ面白いの、でジャンポケとかもコントじゃないですか、東京03さんもコント、なんかこうシステム的に無理あるんちゃうかなと思って、福井さんに相談しようと思って、で福井さんに3人で漫才ってできるんですかって聞いたんですよ、そしたら福井さんがいや難しいなで、 GAG さんもなんか挑戦したみたいなんですよ、若手の頃 M1 に M1 とか大阪時代に、でもやっぱり2人の漫才に勝てんかったんですって、その喋る量がやっぱり1対1でこうやり合うののちょっとやっぱりスピードが落ちる、でコントになったっていうのを聞いて、いや福井さんでも無理やったらこれ無理やろって思ったんですけど、
でももう後に行くのも地獄やし戻るのも地獄やしみたいな感じで迷ってる時に、まあ、福井さんとかマジカルラブリーの村上さんとか、うん、ジェラードンの海野とかと僕4人で大宮セブンライブの後に、うん、なんか電車で相談してこういうことになっててトリオになるかもしれないですけどどう思いますかみたいな。でその時になんかいろいろ言ってくれて、うん、もったいないんじゃないかとか、うん、なんかまあやトリオもやってコンビでもやったらとかまあいろんな。それこそあの新宿の、はい、本当あのアスファルトの上の真っ暗なアスファルトの上でなんか酒飲みながら言ってくれてああそうかってなってまあ阿部は阿部で囲碁将棋の文田さんに相談してて、まあ、文田さんもいろいろ言ってくれてまあでも次の日に、うん、その大宮セブン選んでくれたその社員さんに言いに行こうっていう話になってたんです、うん、阿部とトリオになりますと。うんでもみんな止めてくれたしなどうしようかなっていうまあちょっと揺れながらも、うん、トリオになりますって言ったんですよ、うん、その社員さんに、うん、言ってああそうですかみたいな、うん、残念ですけどまあトリオになってまあ頑張ってください応援してますみたいなこと言ってもらえて、うん、じゃあ明日あの大宮の寄席が入ってるから2人で劇場に次言いに行こうって言って別れたんですよ、うんでその夜にその福井さんがすごい優しくて、うん、福井さんってあの大宮セブン入ってから入る時に大阪から東京来た時に仲良くなった先輩なんで、はい、僕らのことを言ったら途中からしか知らんってこと、はいはい、で囲碁将棋さんはもうずっと1年目の頃からずっとやってたんで、はい、なんか自分がなんかそんな適当なことをうん、言うよりちょっと入るやつのこともあんま知らんしてさ囲碁将棋の根建さんがあのもう入るやつも知ってるし俺らのこともいっぱい知ってるから根建さん大波君の相談乗ってあげてくれませんかって電話してくれたみたいでへーで、うんうん、僕全然知らなかったんですけど、うん、でその次の日大宮で囲碁将棋さんも出番一緒 で、うん、で僕らも一緒で、うんで僕はもうその時にもう支配人も言ったし、うん、ここでもう今日で最後の漫才なんやって思ってたんですけど、うん、その日阿部がちょっと早く来てて、うん、でなんか根立さんもちょっと早く来てたんですよ、うん、その話し合いせなあかんということで、うん、でなんか根立さんが阿部と二人で喋ってて、うん、でも阿部的にはもう昨日その支配人にも言ったし今日劇場にも言うからっていうことで結構まあ強がってたみたいで、うん、まあ3人になることになりましたわ根建さんとか言って、うんうん、でそんな感じやから根建さんもああもうお前ら決めたんやと3人でやるって決めたんやなって思ったらしくて、うん、まあそうかっつってこうトリオ名どうすんのみたいないや根建さん決めてくださいよみたいな感じで結構わーって喋ってたんですって楽しく、うん、で何気なく会話がポって止まった時に、うん、なんか阿部がボソッとほんまは二人で売れたかったんですけどねって言ったらしいんですよ、うん、でそれ聞いて根田さんがえってなって、うん、えお前やりたいのまだってなって、うん、やりたんやったらやれよみたいななんか熱い人なんてあの人、うん、絶対やりたんやったら三人になったらあかんっつってやりたんやったらやれっつってその気持ち大波にちゃんと言えって言ってそこでなんかこうやって言ってくれてで僕もなんかもう今日で終わるっていう気持ちでもう昼間来てたんで、うんうんうん、であ最後かと思いながらスーツ着替えてたら、うん、なんか呼び出されて、うん、もう一回やれへんか一からあの時のそのお客さんに寄せた笑いを取らないブレたことを俺は今でも後悔してると、うんお前にブレたあかんって言われたのに受けなあかんと思ってブレちゃったの後悔してるからまあ、間に合えへんかもしれんけどもう一回 M1 目指したいってそこで言われてまあじゃあ分かったってなってその時になんか袖で初めて寄せでつかみとかやらんでええぞって相方に言われてあんだけ大宮セブン入った時につかみとかやらなあかんとか、うん、もっと分かりやすくせなあかんっていうので揉めてたのに、うん、
つかみとかやらねえとか言われて、でそっからもう吹っ切れて、でそこで今年 M1 で、まあ、いっぱいネタ作ってやって、うん、で来年ラストって感じです、うん、2020がどこまで行ったんですか。あ、準々決勝まで行きました。でそれまで下がってたのが一回ボンと準々決勝まで上がって、そうですね。で今はじゃあもうそのもう全くその女性に向けて頑張って普通に、まあ、そもそもやりたかったような形で今頑張ってる。そうですね、皆さんのおかげで本当にあの時福井さんとか動いてくれてなかったら、うん、もうトリオになってたかもしれないですし、根田さんが言ってくれた、まあ皆さんね本当マジカルさんとか、うん、僕の友情も熱いですね。そうですね、だからもう頭上がんないですね、うん、大宮セブンの人には。なるほどね、うん、じゃあ今じゃめっちゃホットな状態ですね。今はそうっすね、だから結構楽しいっすね毎日。そうか、そういう意味で。そうですね、そっか、その、うん、もう一回精神戻ってきたみたいな。そうですね、もう一回ラストイヤーなんですけど、はい、あでもいいっすね、そのなんかその笑えてる状態が今ね、うん、ちゃんとこう。そうですね、中も戻りましたし、はい、あそっか、そのなんか悪かった状態から、はい、まあ一変じゃないけど、はい、お互いも面白いと思ってないものをやってる状態が何年か続いたんで、まあ、懇願から入る漫才聞いたことないけど、あのね、私ね、東京の赤羽っていうところに住んどるんやけどもね。赤羽在住でしてね。あ、あの賃貸ですよ。誰も気にしてないめちゃくちゃ賃貸顔やから。あ、そうですか。そして賃貸から大丈夫です。そうなんですかね、うん、あのね、またね、コロナが落ち着いたら、はいはい、あの近所の立ち飲み屋さんにね、うん、飲みに行きたいなと思って。赤羽ってね、安くて飲める立ち飲み屋がめちゃくちゃ多いんですよね。そうなんですね。でもね、うん、一昨年ぐらいからですからね、そのおじさんしか飲んでなかったようなお店に、20代の若い女子も飲みに来るようになって、ね、なんかセンベロブームとかやってね、若い女性の間でも流行りだして。そうなのよ。何も助けてほしい、ね、いや、分からんの、うん、今までメダカちゃんしか泳いでなかったお池に、今ブラックバスが入ってきてる状態なのよ外来種みたいに言うなよ。若い女性のお客さんやから。このままじゃメダカちゃんが絶滅しますよなんでお前らがメダカちゃんやん。どっちかって言ったらナマズちゃんやん。ナマズちゃん、いや別に絶滅せえへんよ。別テーブルで飲んでんねんから、おじさんの迷惑なってへんやん。なってるよ。なってんや別に。横に若い女子がおってみ。ああ、大将ウィンナー揚げ一つね、俺のポコチンサイズでね。え、じゃあ小皿でいいかじゃないよバカ野郎なんて言えるか。言うな言うな。横に若い女性おらんくてもそんな下品な注文の仕方すんな、人として。俺はそれが言いたいの。どんな欲求じゃあ言えや、横の女の子意識せんと。するよ、ノースリーブ1枚で飲んでんねん。普通やろ、ノースリーブ1枚なんか。こっからここまで裸やで。どんな見方してんのどないやったの。思春期爆走中ですか、あなた。んそんなこと言い出したら大将だって T シャツやねんから、こっからここまで裸やろ。それは腕でしょ。差別すんなよ。肌と弓だ、一緒やから。あんな外来種もクソもないねん、お店に。誰がいてもいい、それがお店ですよね。言いましたね。ああ、じゃあね、赤羽のおっさんみんな連れてね、ああ、原宿のタピオカ屋に行ったのからね。行くなよ、外来種が。おお、外来種やろ、お前は。行ったのからな。おっさんみんなで並んだのからな。やめてくれよ。原宿でおじさん中に並んどいてみ。あれ、新しいパチンコ屋できたかなって思うよ。大体お前タピオカなんか飲まへんやないか。飲みます。飲まへんわ。すいません、タピオカとホッピーの外で。何で割ってんねん。ミルクティーとかで割んねん、あれは。そんなもんで割るようなやつ来店すんな。おぉ、何やねんそれ。立ち飲み屋で恋バナするんやったらな、タピオカ屋で来年のみこし祭りは誰が仕切るかで揉めたらな。やめてくれよ。話題が渋すぎて店の雰囲気になってないやろ。立ち飲み屋で飲むモヒートだって雰囲気になってない。それはええねん、メニューにあんねんから。あそこはね、濃いプレーンのチューハイで目つぶれるまで飲むとこだ。地獄なんかそこ。目つぶれる前に帰宅せえ、大人やったら。
行くなよ、そんなとこ。行っとるからな。行くなよ、てね。じゃあ、おっさんみんなでね、ナイトプール行ったるからな。行くなよ、外来種が。おぉ、お前がナイトプールやと、泳ぐ前から浮いとるわ。おぉ、あそこは女の子がインスタ映えする写真撮りに行くとこやねん。その横で競泳用パンツ履いて、バタフライで映り込んだるからな。こんな嫌がらせやねん。ジムの写真みたいになるやろ、お前が映り込むことによって。じゃあなんでそんな嫌やねん、一緒の空間におんのが。ドキドキするんやわ。それだけかい、もうええわ。どうもあの人。じゃあ決勝ってか、まあ、優勝ですよね、それで。いや、優勝ですね、もうこうなったら。はい、目指すわ。もうマジカルさんも本当にやっぱあの人たちはマジでブレなかったですからね、うん、どんなことがあっても。えだ、あのクソ狭いところでああいうあの釣り革のネタとかやったと思うんですか。やってました、やってました。だって釣り革のネタなんかそれこそ野田さん寝てるから、はい、大宮じゃ見えないっすよ。前の人だけしか見えないってこと。それこそね、2017年とか決勝に行って最下位で上沼さんに怒られたとかあったじゃないですか、はい、それでも買えなかったんですからね、やっぱすごいっすよ、ブレなかった。でブレた何年かを取り戻すために今年の年末。そうですね、はい。面白かったです、ありがとうございます。これで作ります、ね、あ、いいですか、こんなんで、すいません。どうでした。